はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイヤマガシの後藤です。はい、今日は今広がっている部分があるんで、ベースの毛先の方の量がちょっと少ないなっていう僕のイメージだったのと、それをちょっとね、なんとか綺麗なAラインに変えるためにテイクセニングを使っていきたいと思います。あと前髪がちょっと伸ばしてるという、モデルさんが伸ばしてるということで、前ちょっと短くなっちゃったので、それを今日前髪をちょっと伸ばすカットして前髪を伸ばしていきたいと思います。あとカラーは、ブリーチのをしないで、全体にそうですね、ちょっとアッシュ系で染めつつ、ちょっと毛先の方に遊びを入れていくピールメッシュをやっていきたいと思います。僕はモデルさんがすごいこのストンって感じがすごい似合うと思うんで、何を変えるかっていうと、この最初の段階を見ていただきたいんですけど、モデルさんがこの状態から多分僕ね、もっとこうなったら本当すごい可愛くなると思うんですよ。ここがこういう風に極端なこと言うと、なのでそうするとまず頭が小さく見えたりとか、ガッとシルエットが変わるので、シルエット矯正ってことでテイクセニングを使っていきたいと思います。これどうやって削いでもやっぱりこういう風に肩に当たってしまうんで、横に広がっちゃうんですね、外出たりすると。それをストンとこう持ってくると、本当にガラッとこの本当ちょっとの違いなんですけど、このシルエットでガラッと変わっていく方なのかなって気がするので、それをちょっと作りたいな、タイトにこう作っていきたいなと思います。で、ボリューム出すとこは出すっていうので、毛先はちょっとあまり聞いたくないですけど、重さをプラスしてって感じですかね。はい、ではテイクセニングをこれから入れていくんですが、テイクセニング別名としては、シルエット矯正カットっていう形にもなってます。で、シルエット矯正っていうのは何かっていうと、やはり肩に当たって髪の毛がこう膨れてしまったりとかすると、結構頭大きくなってしまったりとか、シルエットを変えることによって外国人風のシルエットに変わったりできるので、ちょっとそこをやっていきたいと思います。そして、使うのがこの T2 セニングがちょっと今数少なくなっちゃったんですけども、この T2 セニング 10% 以下のセニングを使うのと、あとこのベストコーンも非常にいろいろ使いやすいので、ベストコーンも使っていきます。はい、まずじゃあちょっとねやっていきたいと思いますね。でね、やる前に一回そのモデルさん、お客さんも心配なので、何されるのかって話になってくると思うので、ここで一回じゃあどういう、ですね、何を今からするのかっていう部分をちゃんとお伝えした方がいいと思うので、なんかそがれるってやっぱ不安だと思うんですよね。なんかジャギジャギにやられるんじゃないかとかありますよね。毛先なくなんじゃないかとか、大丈夫か、そぎ入れられてって、そぎで結構なんかね、やっぱり大変な思いする方も多いと思うんで、そのそぎはこういうことでやるんですよっていうのだけをちょっとお伝えした方がいいと思います。で、今から僕が普段やってる感じにちょっとやってみたいと思うんですけど、イヤーとイヤーぐらいでやるとお客さんから見えますので、あまりバックセクションでやると